それで、どういうことか説明してもらいましょうか。カラスさんには聞いていません。私はサッちゃんに聞いてるの。赤の王と決闘、私たちに相談もなしに。一歩間違えれば、もう二度とこうしてみんなで集まることはできなかったんですよ。落ち着いてください、フーネ。幸いサッチンも無事だったんですから。ダメ。二度とこういうことが起こらないよう、言うべきことは言わなくちゃ。でも、サッチンもすごく反省していますし。ああ、もうウユ言ったら、可愛い上に優しいなんて卑怯よ。いじめたくなっちゃう。本当に悪かった。つい勢いでだな。勢いで許されるのは告白と結婚だけです。まあプロミネンスがネガネビュラスに合流することについては歓迎しますけどね。そうだろうな。確かに心強いのです。赤いのとレパードは今頃プロミの面々に事の顛末を話しているはずだ。最終的にどれほどの戦力が残るかは不明だが、我々にプラスになることは間違いないぞ。あの練馬とかプロミネンスの領土はどうなるんですか？こっちのものになっちゃうの？ああ、一応ゲームのルールにのっとった手順を踏まねばならんがな。次の領土戦でこちらから形だけ進行し、あちらに無血解除をしてもらうんだ。その間に他のレギオンが狙ってきたりとか。紳士協定というわけじゃないけれど、こうした手続きを邪魔するようなレギオンなんてたかが知れています。だからそう心配することもありませんよ。だったらいいけど。領土の所有権移行を確認した後、ネガネビラスへの加入手続きを経てプロミネンスの合流は完了する。でその後のことなんだが、赤いのとブラッドレパードには幹部会議に出席してもらおうと思うんだが。うん、みんな異議はないね。まさかレパードと顔を合わせることになるなんてね。レイカーとレパードのライバル関係は有名なのです。その二人がタッグを組むとなれば、他のレギオンにとっては脅威なのです。リアルで会うのは初めて？ええ、もちろん。なんだか緊張しちゃいます。春雪くん、ずいぶん嬉しそうじゃないか。そんなに赤いのと合流できるのが楽しみかい？なんだか焼けちゃうな。いや、もうすでに焼いているな、これは。ああ、きっとひどいことになっちゃうな。ねえ、さっちゃん。その種を勢いに任せて撒いたのは誰かしら？ここはごめんなさいするところです。今日の風姉はガチなのです。ごめんなさい。一方その頃、都内某所では。うわぁ、ダメだ、全然かなわねえ。これが伝説のクロムディザスターか。感心してる場合じゃねえって。どうすんだよ、二
二人がかりでもまるで太刀打ちできねえぞ。お前まだポイントに余裕ある？なあ、そりゃちょっとは。なんでだよ。降参しよう。おいおい、マジかよ。残虐非道で鳴らすクロムディザスターに話が通じるとでも思ってんのか？いや、最近聞いた話だとそれがそうでもないっていうか。そろそろいいかな。なんでしょう。君たちが望むならこのデュエルはドローにしてもいい。それでもしよかったら僕に力を貸してくれないか。はい。なぜ食らわぬ貴様。我を無視し続けられるとでも思っているのか。知っているぞ、貴様は耐え難き破壊衝動を抑えている。さあ我が声に従うのだ。喰らえ、壊せ。やれやれ、今日はまた一段とうるさいね。言っておくけど、僕は君の誘惑なんてまだまだ我慢できるからね。貴様、我を愚弄するか。違う違う、そうじゃなくて。まあ待ってよ、もう少しで面白くなるから。さて、今夜君にコールしたのは他でもない。冬休みの宿題のチェックだ。というのは冗談だったんだが、その様子だとまだ終わっていないのか。明日は始業式だぞ。やれやれ。と、それより本題だ。無論タクム君のことなんだが、そちらはどうだい。では君もメールやコールは。そうか、わかった。なぜ謝る。うん、後者のみ謝罪を受けよう。親友だものな。君が気に病むのも理解できる。タクム君も明日投稿すればローカルネットに繋がざるを得ない。そうなれば必ず捕まえられるさ。捕まえて洗いざらい話してもらおう。いいね。本当はその前にぜひ一度本人と話したかったんだがな。おはよう、ハル。ずいぶん早いんじゃない？まあ、考えることは一緒だよね。あ、うん。あたしも家の方には寄ってみたんだけどね。待ちたかったから。諦めたくないっていうか、おかしい？うん、ありがとう。タイムリミットは、あと20分ってとこかな。大丈夫、全力ダッシュすれば、春の足でも間に合う。私だって汗かいちゃうけど、でもそんなこと気にしてらんないもん。
なるほどな。それで二人揃ってこんなにギリギリだったわけだ。うん、言いたいことは分かった。あとは頼んだぞ、チューリ君。はい。ほら、さっさと教室に行きたまえ。うわー、寒かった。体育館っていつになったら暖房入るのよ。でもさ、体育の時はまだしも、ずっと立ってるだけじゃ寒すぎるじゃない。始業式なんて教室でネット経由でやればいいのに。うんうん。お前ら席につけ、ホームルーム始めるぞ。あー、まず最初に残念なお知らせがある。急な話だが、真由泉拓夢は転校することになった。それ本当ですか？なんだ、お前らも知らなかったのか。そうか、実は先生もさっき聞いたばかりでな。後でお前ら二人から詳しい事情を聞こうと思っていたんだが。家の事情とか本人の意思とは関係ないところの理由があると思うか？ないと思います。ねえ、ハル。だよな、私もそう思う。となるとやはり本人の意思か。そんな。実は先ほど学校のサーバーを漁ってみたら、転校先の情報が出てきたんだ。生徒会を離れた今、これは不正行為に当たるのですまないが、要点のみ話そう。転校先は都内にある中高一貫の進学校で、全寮制だそうだ。後のことは担任でも問い詰めてみてくれ。こういうことはあまり考えたくなかったが、もはや我々と完全に縁を切ろうとしているようにしか思えない。ちょっと待ってください。さすがにそんなことは。ああ、私もこんな考えは否定してしまいたいよ。だが一方で、引き続き都内の各地で暴れているという噂は聞いている。さて、ここで幼馴染の二人に質問だ。今拓夢くんに会いに行ったとして、果たして我々の元へ戻ってくるよう説得できると思うかい？それはだろうな。私も同感だ。なのでもう少し拓夢くんの出方を見てみようと思うんだが。同じく。わかった、風子や歌いにも伝えておこう。まったく、ちょっと勝手が過ぎるな、彼は。よよよ、今日も楽しいデュエリングタイムの時間だぜ。それ突っ込み入れた方がいいんですか？ええ、俺様にぶっ込み手だと？中途だこのカラス野郎。いやいや、意味わかりませんから、ちょっと落ち着きましょう。うっせえ、俺様はいつも冷え冷えにクーリングだっつうの。ですよね、うん、クーリングですよね。なのでちょっと話を聞いてもらえませんか？なんだよ、話があんならとっとと言えこのツルピカ野郎。クローズドモードに同意しといて、それはないでしょう。
つーけ、どうせシアンパイルのことだろ。ええ、まあ、その後、なんか聞いてます？その様子だと、何にも知らねえみてえだな。たく、ネガビュの諜報担当は何やったんだ。ご心配おかけしてすみません。師匠にはきっちり伝えておきます。あ、それはマジで勘弁してください。すみません。パイルとは連絡取れないし、本当に情報がないんですよ。で、何かあったんですね。あいつシアンパイルはついにレベル9になったらしい。それマジですか？マジもマジ、大マジだっつうの。つまりそれだけのデュエルをこなしてるのか。信じられない。相手がソロだろうとタッグだろうとお構いなしでイーティングしてるらしいんだが、前のやつと違うのは暴走してるって感じはなしんなんだと。そんなレイズンもあってかレベル9になったのを機に、巷じゃシアンディザスターなんてネーミングされ始めてるぜ。シアンディザスター、ちょっとクールだと思っちまったのはここだけの話で。いえ、シャレになりませんよ、そんなの。うん、そうだよね。今のなしだ、忘れろ。ま、俺様が知ってるのはこの程度だ。うちの連中で直接やり合ったやつはなしんだからね。全部また聞きのまた聞きってとこはリメンバっとけよ。はい、ありがとうございます。よし、本題のトーキングに入るぜ。え？実はてめえに一つガチ重要な話があるんだけどよ。つーか、うちのヘッドから直々のメッセージングだ。緑の方が僕に何の用です？ベーカ、てめえじゃねえよ、つるちか野郎。てめえんとこのブラックロータス大先生とダイレクトにトーキンしてえってこと。言っとくか、これはうちのレギオンの中でも一部の幹部しか知らねえトップシークレットだかんな。多分はなしんだぜ。わかりました。っていうか、アッシュさん、いつの間にそんな出世したんです？おい待て、カラス野郎。俺様だってもう立派にハイランカーだぞ。分かってんのか、これ。っていうか、アッシュさんはメガネビラスとは縁が深いですもんね。考えてみれば、うちとの交渉役には一番うってつけじゃないですか。ディスってんのか、この野郎。それはともかく、伝言は預かりました。お返事は師匠経由でアッシュさんにすればいいんですか？いいのか、この場合。いいよな。よし、いいってことにしとこう。あ、師匠も同席してもらっていいんですか？ああ、それはアウトオブ想定外かも。つうか、マジここだけの話。こっちは俺様とうちの王の二人だけで行くつもりだかんよ。わかりました。だったらこちらも僕とロータスだけで行かせてもらった方が良さそうですね。おう、それで頼むぜ。タイミングはそっちの好きにしな。了解です。こうして会うのは久しいな、インバルナラブル。まずは要件を聞こうか。その前に、この会談に応じてくれたことに礼を述べ。そこはそれ、互いに絶対の信頼を受ける部下に恵まれたということだろう。俺ら褒められてんのか。最初に言っておくが、この階段はグレートウォール内でも一部の幹部しか知らない。これから述べることはあくまで極秘ということで頼んだ。いいだろう。
こちらも現在把握しているのはそこにいるシルバークローとスカイレイカーのみだ。ただし内容によっては今後ネガネベラスの幹部会議にて報告させてもらう。いいだろう。では本題に入る。近いうちに我々グレートウォールは大天使ミカエルの討伐を決行する。ほう。ネガネビュラスとミカエルとの因縁は把握しているが、一つ承知おき願いたい。例のキットの証拠でも掴んだか。場合によってはオシラトルユニバースとの全面戦争になるぞ。それも辞さない覚悟だ。この程度のことでわざわざ呼び出されたのか。私は全く律儀な男だな。我々に断るまでもない。好きにしろ。感謝する。感謝されるような覚えはないが、いや、その言葉を無駄にするのも忍びない。一ついいことを教えてやろう。裁きの矢には気をつけろ。貴様も一度その盾で受けたはずだが、あれは本来バーストリンカーを即死に追い込む代物だ。文字通り一撃で体力ゲージを全て奪うだけでなく、バーストポイントも根こそぎ奪っていくと推測される。何せその身に受けた連中が二度と因してこないのでね。あくまで推測としか言えない点は容赦してくれ。放つ際のモーションは見ればわかるだろう。その間隔は長く、動作も鈍いが射程は凄まじく長く、追尾性能もある。部下を殺したくなければ何かしら対策を練ることだな。承知した。もう一つ聞かせろ。なぜこのタイミングなのだ。条件が整った。ほう。現在加速世界にはより優先して対処されるべき懸念事項があると思うが。話はそれだけか。以上だ。感謝するぞ、インバルナラブル。ブーンを祈る。つまりグレートウォールはタクム君の件に関してノータッチというスタンスを示していたのさ。むしろ、そちらの方が本題だったかもしれん。それをわざわざ、あのような形で伝えに来た。というのは、さすがに考えすぎか。ともあれ、こちらとしては、目下の懸念事項に集中しよう。絶対に我々の手で解決したいからな。